はい、1分間話しますが、ウィズコロナ時代の食文化ということで話しますが、ですね、私は実は日本にいないんですけれども、で、何カ国かで働いて、調理師として働いてきたんですけれども、たまに日本帰ったりとか、で、こういったことがこれから先難しくなってくるかもわかんない。まあ今、私は日本にいないんですけど、そうすると、YouTube で以前のそういうテレビの特集なんか見てるんですけど、なんですかね、実体験せずに、その動画を通して、外国の食文化を見たりですね、自国、あるいは地域の、食文化が見直される、んじゃないのかなと思います。